私の中ではやっぱり今日系っていうと、そうですね、日本人も含むかもしれない。それやっぱり意識の問題でしょうね。もともとの定義から言うと、どこかで日本人の血が入っている人っていうことですよね。だから最近の日系っていうと随分広くなって、別に日系の3世4世っていうふうに言うと、その何代か前のおじいちゃんおばあちゃんが日本人だったっていうだけじゃなくて、おじいちゃんだけが日本人だったって日系になっていくわけですよね。だから本当に意識の問題でしょ。でその人、その何代目か後の人は古い世代に、日本人の祖先がいても、もしかしたら自分は日系と思わない人が出てくるかもしれないわけですよね。で、そういうふうに考えると、やっぱり随分個人差があるんだろうという気はします。